神様から強制終了されるサイン参戦。1、大切な人を失う神様からのメッセージとして、大切な人を失うことがあります。この損失は、個人の成長や人生の方向に関連している場合があり、新たな道を歩む契機となることがあります。失った人々や関係を通じて、何かを学び、成熟するチャンスを提供されたと考えられます。2、退職に追い込まれる仕事の変化や退職は、神様からの指示やサインと関連していることがあります。これは、新しい経験を迎えたり、職業的な目的や道を見つける手助けとなるかもしれません。仕事の変化は、個人の成長と進化につながる可能性があります。3、失敗やトラブルが続くときには、失敗やトラブルが生活に続いて起こることがあります。これは神様からのサインとして受け取ることができ、過去の行動や選択に対する反省の機会と捉えることができます。この経験を通じて、自己成長と変容が促進され、より意味のある方向へ向かう手助けとなることがあります。あの世からお迎えが近い人に現れるサイン参戦。1、黒い影を見るようになる。死が近づく人々にとって、黒い影を見ることは、時折起こる現象です。これは、肉体的な限界を超え、魂が新たな次元へと移行しようとする過程の一部として捉えられます。黒い影は、物理的な存在ではなく、精神的な存在やエネルギーの象徴として理解されています。家族や友人が、死の間際に黒い影を目撃したという報告が多くあります。これは、魂が次の段階へと進むことを示唆しているとされ、亡くなる人との別れを迎える準備として捉えられています。2、昔の辛い夢をよく見る。死が近づくと、過去に経験した辛い出来事や未解決の問題に関連した夢が頻繁に現れることがあります。これは、魂が過去のトラウマや感情的な荷物と向き合い、癒すための準備をしている可能性があります。辛い夢を通じて、個人は過去の経験を振り返り、それらに対処する機会を持つことができます。これは、魂の浄化と成長の一環として捉えられ、次の段階への準備と関連付けられています。3、手鏡をする。死が近づくと、一部の人々は手鏡を通して、自分の顔や目を見ることが増えると報告します。これは、自己認識や内省が高まっていることを示すサインとされています。魂が次元を超えて移行する前に、自分自身と向き合い、内なる平和や受け入れを見つけるプロセスの一環として解釈されます。手鏡を通じて自分自身を見つめることは、魂の成長と調和を促進する手段とされています。人生の流れが悪くなっている人に現れる、サイン参戦。いいねで素晴らしい縁を授けます。フォローであなたの波動を上げます。開運祝福とコメントで完了です。1、誤解されやすくなる。人生の流れが悪くなると、コミュニケーションがスムーズでなくなり、誤解が生じやすくなります。相手の言葉や態度を理解しにくくなり、不必要なトラブルが発生する可能性が高まります。注意深くコミュニケーションを取ることが重要です。2、変な人に絡まれることが増えた。人生がうまくいっていないと、不快な出会いが増えることがあります。急に変わった行動や態度の人々が引き寄せられ、不快な状況に巻き込まれることがあります。自分の周りの人間関係に警戒心を持ち、良い影響を与えてくれる人々に焦点を当てることが大切です。3、パワーストーンやお守りをなくす。運気やエネルギーが低下すると、持っていたパワーストーンやお守りを紛失することが増えるかもしれません。これらのアイテムは、ポジティブなエネルギーを呼び込む助けとなるため、なくなった場合は、自分のエネルギーの乱れを意識的に整える必要があります。9割が知らない因果応報の本当の恐ろしさ参戦。1、直接帰ってくるわけではない因果応報は、行動や選択が直接その場で帰ってくるわけではありません。例えば、今日の行動が明日に影響を与えるのではなく、しばしば時間が経ってから結果が現れます。このため、行動とその結果との因果関係を認識することが難しい場合があります。2、自分に返ってくるとは限らない。また、因果応報は必ずしも自分に返ってくるとは限りません。自分がした行動や選択が他の人に影響を与え、その結果が自分に返ってくることもあります。これは、私たちが他人に対してどのように振る舞うかが、将来の結果に影響を与えることを示しています。3、原因を特定できない一番恐ろしい点の一つは、因果応報の原因を特定できないことです。
過去に何が原因であるかを明確に特定することが難しい場合があります。したがって、何か悪い出来事が起きた場合、その原因を追及し、修正することが難しいことがあります。間違った人生に進んでいる時のスピリチュアルサイン参戦。最後まで見ないと、人生踏み外す。1、似た問題が繰り返される。間違った人生の進路にいると、同様の問題や困難が何度も繰り返し現れることがあります。これは、過去に学ぶべき教訓を受けておらず、同じ種類の課題に直面し続けていることを示すサインです。この繰り返しは、自己成長と変容の必要性を示唆しています。2、体感時間が遅く感じる。間違った人生の進路では、時間が遅く感じられることがあります。一日が長く、進展が遅いように感じられることは、現実と自己の調和が取れていないサインかもしれません。適切な人生の道に進むと、